皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。今回はまた、初心者はとりあえずこれ弾けシリーズの3曲目の2本目の動画でございます。ドーズのドンテンという曲を練習しているんですけれども、先ほどの動画でパーツの練習をしました。アラスカ、アラスカ、アラスカというカッティングのパターンと、あと、ダンボファンクラブというコード進行のパターン、そして勝手損したよという右手のストロークのパターン、この3つを練習しました。で、この動画の中でその3つのストロークを組み合わせたりとか、ね、いろいろこのアレンジをしたりとかして、曲を通して弾いていきたいんですけれども、ちょっとね、今回の曲が少し手強い。です。今までの動画はね、すごいなんかこうね、わーわーと簡単にその繰り返すだけなんていう話をしたんですけれども、なんかちょっとね、そのね、ちょこちょこね、そのね、変わるんですよ。そのね、2回目はこう、3回目はこう、あっち行って、こっちで、どっち行って、その感想がこれやってみたいな感じで、やってることは全然簡単なんですけれども、そのね、ややこしいって感じですね。難しいとでもややこしい。ちょっとその辺はね、気をつけて一緒にやっていただけたらなという感じでございます。もしよければね、このメモをですね、紙とかにカーッと書き写したりとかすると覚えやすいかなと思いますので、まあ普通に話を聞きながら、紙とペンを用意して、いろいろ書きながら見ていただければという感じです。順番に行きましょう。まず、アラスカパターン。1本目の動画で、その4アラスカで、4アラスカでアラスカセットって感じしましたね。アラスカセットはまず4つきます。アラスカ、アラスカ、アラスカ。2、3、4、こんな感じで4アラスカを4セット弾きます。4アラスカで、アラスカセットなので、アラスカセット完成なので、アラスカセットを4つ弾いていきます。で、その次、ダンボファンクラブ。さっき動画の1個目の動画で練習したダンボファンクラブをそのまま弾きます。パターン2でもパターン1でもどっちでもいいです。で、もう1個。こんな感じでダンボファンクラブを2回弾けば大丈夫です。サビでも出てくるので、ぜひ覚えておいてくださいませ。で、2、ダンボファンクラブしたらアラスカセットを1つ入れます。1個目。で、2個目。で、その次アラスカ。で、その次 A セクションに入って、A メロに入っていくんですけれども、ちょっとこの辺からね、またね、もうひたすらこうね、長いんですよ。長い、本当に。D をね、ひたすら弾いていきます。そうですね、言葉に当てはめるとすると、伸びたとジャイアンいつでも仲良し。伸びたとジャイアンいつでも仲良し。そうですね、伸びたとジャイアンいつでも仲良しっていう長さを1セットとしましょうか。D コードを押さえて、まず伸びたとジャイアンいつでも仲良しを、3仲良しします。3仲良し。のび太とジャイアンいつでも仲良し。のび太とジャイアンいつでも仲良し。のび太とジャイアンいつでも仲良し。3、のび太とジャイアンいつでも仲良しします。で、その次、のび太とジャイアンいつでも仲良しの時、仲良しの時に横に移動します。C に持っていくわけですね。のび太とジャイアンいつでも仲良し。伸びたとジャイアンいつでも仲良し。仲良しで、トーンダウンします。伸びたとジャイアンいつでも仲良し。で、その次、また1フレット、2フレットか。2フレット下がって、人差し指が1フレットの状態で B フラットを作って、伸びたとジャイアンいつでも仲良し。C にして伸びたとジャイアンいつでも仲良し。伸びたとジャイアンいつでも仲良し。伸びたとジャイアンいつでも仲良し。で、その次、アラスカセットを2ついきます。アラスカ、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 2。こんな感じです。その D をね、ずっと弾くんですよ。もうね、もうどんくらい弾いてんだっけ、なんかちょっとわかんなくなりますよね。もちろんしっかりこの心の中で数えながら弾いていきましょう。で、今、ここのアラスカパターンまで弾いたんですけども、ちょっと続きいきます。後で、まとめて弾きますので、ちょっと続きいってみましょう。また D コードで3、伸びたとジャイアン、いつでも仲良しします。ジャイアン、いつでも仲良し。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。で、その次。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。今度はトーンアップします。多分、伸びたがジャイアンに脅されたんでしょうね。仲良しだろうって言って。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。こんな感じで、人差し指が
5弦の8フレットの位置まで。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。トーンアップして、また B フラット、C、D といきます。1フレットの位置で、のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、やー。最後、のび太とジャイアン、やーという感じで、のび太とジャイアン、やー。5弦の8フレットを弾きます。やのび太とジャイアン、やぁ、なんかこう、自暴自棄に陥ったんでしょうね、のび太がね。のび太がね、もう、のび太とジャイアン、やぁつって。そんな感じで、これで A セクションが完成です。別に簡単ですけど、なんかね、なんか、わけわかんなくなりますよね。なんか、ね、何回弾いてんだっていう感じになりますよね。ちょっともう一回、頭からいってみましょうか。まず3、のび太とジャイアン、仲良し。いきます。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。2、太とジャイアン。3、ライアン、いつでも仲良し。のび、トーンダウンします。いつでも仲良し。 B フラット、ライアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアンで、アラスカセット立つ。アラスカ、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 2、スカ、アラスカ。で、のび太とジャイアン来ます。のび太と3回、いつでも仲良し。2、太とジャイアン、いつでも仲良し。3、で、次の仲良し、トーンアップします。いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。いつだとジャイアン、いつでも。次、へいきます。のび太とジャイアン、はい。こんな感じです。まあ、じゃかじゃか弾いてるだけなんでね、本当、構図自体は全然簡単なんですけどね。なんか構成がわけわかんないって感じでございます。まあ、これがその A セクションです。イントロも、このイントロ、アラスカイントロも、その、バンボファンクラブのイントロも、その A セクションも、もうここまで弾いたらもう戻ってこないです。もう戻ってこない。そのまま次に進みましょう。で、ここに青い、リピートマークを書いてるんですけども、ここには戻っていくので、ここからちょっと覚えておいてくださいませ。B セクションに入ったら、ダンボファンクラブ3回します。ダンボファンクラブ3回。3ダンボファンクラブしたならば、ダンボクラブになります。ダンボクラブ。ファンがなくなるんですよね。ダンボクラブになります。ちょっとやってみましょうか。頭から。まず、ダンボフランクラブ、覚えてますか？これでしたね。ちょっと忘れてしまったっていう方は、一回ビデオを止めて覚え出してくださいませ。ダンボファンクラブ。とりあえず、3ダンボクラブ。ダンボファンクラブ弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。で、F になって、C、D、B フラット、F、C、3回目、D、B フラット、F、C。で、その次はダンボクラブです。ファンがなくなる。こんな感じ。F がなくなりましたね。D から F になって、C になって、終わりです。で、その次、この感想、インターのところに行きます。また丸がついているんですけども、この丸はそののび太とジャイアン、いつでも仲良しを表しております。D で、のび太とジャイアン、いつでも仲良し。で、この1のび太とジャイアン、いつ仲良しの中に、その B フラットと C が入っているので、半分で、コードチェンジするということですね。のび太とジャイアンでコードチェンジをします。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。もう一回行きましょうか。まず D で、1のび太とジャイアン仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。こんな感じです。これでとりあえずワンコーラス。この B セクションでそのね、サビが終わっているので、ここは間奏になるわけですね、間奏。で、この間奏で D、B フラット、C と弾いたら、また A ダッシュ、まあ、2コーラス目の2番の A メロが始まるわけです。ここがまたこう、なんともややこしくて、とりあえず最初に、ね、その D で伸ばします。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こんな感じで、もう D をバーンと弾いたらしばらく伸ばします。
で、その次、アラスカセットいきます。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。アラスカセット1個くるんですけどもね、1.5 個なんですよ。ここね、半アラスカです。ここ半アラスカ。半アラスカして、F に行きます。8フレット。アラスカ、アラスカ、ビビ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 と。アラスカ、アラスカ、ビビ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 。こんな感じで、アラスカ、アラスカ、2アラスカしたらば、8フレット、つまり F のコードを、伸びたと、ジャイアンと弾いて、次に行くって感じです。で、その次、またこの B フラットからのコードパターンに行くんですけれども、ここのところ、ここは、さっきやった、ここと全く一緒です。ここのパターン。B フラット、C、D。で、その次、伸びたとジャイアン、ハイのところですね。伸びたとジャイアン、ハイ。やってみましょう。B フラットから。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し。伸びたとジャイアン、はい。こんな感じ。で、この青の点々でまたこっち側に戻ってきて、またダンボファンクラブ、ダンボファンクラブ、ダンボファンクラブ。で、ダンボクラブといったら、次はこっちに行きます。これで2番が終わりって感じなんですけども、どうでしょうか。ちょっとなんか、ってなりますよね。普通にこうね、手順はすごい、手順というかそうね、やってることはすごい簡単なんですけど、なんかね、その伸ばしたり、なんか数変わったり、なんかあちこちあちこち行ったりとかして、ややこしいって感じなんですよ。ちょっと後でね、まとめてやりますので、なんとなくね、つかめている方はそのままちょっと続きの方に行ってみましょう。あともうちょっとです。あともうちょっと。感想。ここのところはそのね、D、F、C、B フラッシュをね、伸ばします。ダンサンシー、ダンスコストトン、スンスコストトン、ベースコストトン、テデスコストトン。こんな感じで伸ばします。で、ここでやっと、さっき練習した、買って損したのパターンが来ます。買って損した。D で2、買って損した。買って損した、買って損した。で、F で買って損した、2つ。買って損した、買って損した。C で損した、買って損した。B フラット、損した。そしたらその次 C を2回バーンバーンと弾きます。で、音を止める。で、点々でサビに戻るという流れです。買って損した、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 ベンベン。やってみましょう。D を2買って損した。買って損した、買って損した、売って損した、買って損した、知って損した、買って損した、売って損した、ほいほい。で、リピートマークでまたこのサビの方に戻ってくるって感じです。で、さっきも同じ。さっきと同じ。ダンボファンクラブ、ダンボファンクラブ、ダンボファンクラブ、ダンボクラブしてアウトロです。ダンボクラブでアウトロ。で、ここの、このね、D、ブフラット C っていうこのね、パターンに関しては、ここと一緒です。ここ。これを2回やれば OK。伸びたとジャイアン、いつでも仲良し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 。バーン。こんな感じです。なんか分かりやすいのか分かりづらいのか、すごく分かりづらい感じですけれども。まあね、普通にこのね、ちょっと覚えるのがしんどいと思うので、そのメモ取ったりとかね、その自分なりにその皆さんで思うこととかメモしたりとかして、把握していただけたら嬉しいなという感じでございます。とりあえず、まあ自分としてはこんな感じでどうでしょうと思うんですけれども、どうでしょう、なんとなく分かりましたでしょうか。では、最後に、ゆっくり弾いてみましょう。普通にこの頭のアラスカパターンから順番に弾いてみます。こんな感じ。いきます。1, 2, 3, 4, 1カアラスカ、アラスカ、アラスカ、2で、3回目、3 4で、次、ダンボファンクラブ来ます D 5ファンクラブダン5
パーン。クラム。で、その次、アラスカ来ます。アラスカ、アラスカ。で、次、のび太とジャイアン。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。にーたとジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、次、トーンダウン来ます。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。Bフラット。いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも。アラスカ来ます。2セット。アラスカ、アラスカ、アラスカ、にー。で、次、またのび太とジャイアン来ます。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。にーたとジャイアン、いつでも仲良し。さんたとジャイアン。で、次はトーンアップします。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。ビフラット。ジャイアン、いつでも仲良し。ちーたとジャイアン、いつでも。次 D。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。発狂します。たとジャイアン、わーと、ダンボファンクラブ来ます。ボーン、ファン。クラブ、バーン、ボーン、バーン、クラブ、あともう一回、バーン、ボーン、バーン、クラブ、で、その次はダンボクラブ、バーン、ボーン、クラブしたら伸びたとジャイアンします。伸びたとジャイアン、これね、たとジャイアン、伸びたとジャイアン、次伸ばします。ワン、タン、ピー、ワン、ツー、サン。で、この後、アラスカパターン来ます。アラスカ来ます。2、3、4。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。1、2、8だった。パパパパパ、ピープラット。はい、いつでも仲良し。4、2、3、4。いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも。発狂します。のび太とジャイアン、あー、ダンボファンクラブ。ダン、ボー。ファン、2回目、ダン、ボーン、ファン、クラブ、3回目、ダン、ボーン、クラブ。で、その次はダンボクラブです。ダン、ボーン、で、クラブで、反則2つ目、D を伸ばします。D、2、3、4、4、2、3、F。D、2、3、4、4、その次 C 伸ばします。3、B、C。で、B フラット、C でいきます。いいいい。で、その次、買って損した。買って損したよ、買って F だよ、買って損したよ、買って損したよ、買って損したよ、買って。で、B フラット終わったら2回。ほいほい、ダンボクラブいきます。ダン、ボー、ドゥー、ラブ。ダンボファンクラブだ。間違えた。ファン、クラブ。ダン。バーン。で、次はダンボクラブですね。ダーン、ボーン。ほら、で、アウトロ。ビーだとジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつでも仲良し。のび太とジャイアン、いつ。で、D を伸ばして。終わるという感じでございます。一通り弾いてみると、まあこんな感じです。ちょっとこの辺ミスったんですけど、まあその辺はご愛嬌でっていう感じです。まあね、何度も何度も同じことを言うようですけれども、やってることはすごい簡単なんですよ。とってもシンプルなんです。ただそうね、なんか伸ばしたりなんかリズム変わったりしてね、そのあっち行ったりこっち行ったりっていうのがちょっとややこしいっていうか、なんかね、ややこしい、多いって感じですよね。でもまあね、頭の中にそのね、手順が整理できれば全然簡単にできるかと思いますので、よかったら頑張ってやってみてくださいませ。それでは、今回の動画はここで終わりかな？そんな感じかな？そんな感じかな？で、また恒例のお知らせでございますけれども、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前で、やっておりますので、よかったらフォローしてみてくださいませ。こういうね、動画の更新だったりとか、リプライとかでリクエストを受付することもありますし、なんかこう、ライブとかの情報とかもつぶやいたりとかしますので、よかったら滝沢、検索をして、Twitter フォローしてみてくださいませ。Twitter やってないよっていう方も、この機会にね、Twitter 始めてみると結構面白かったりとかするので、何気におすすめでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。そんな感じで終わりにします。じゃあね、パハハイ。